はい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 、ストリートファイター、はいはい、ストリートファイター、はい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 を始めていこうと思いますけども、そこそこですよ、そこ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 上手くなってますよ、こっちとしては。まあでもね、一歩一歩近づいてる。昨日の動画見てもらったら分かるけど、勝ち方がね、ちょっと分かってる人の勝ち方になってる。うん、そこそこですけどね。まあ、もっといかないと、もっとやんないといけないんでね。サーバーにログイン、なんかね、最近ログインできてない、よくわかんないのもあるけど、あれはもういつ治るの？カプコンさん、お願いしますよ。はい、ランキングマッチ。ほら、また名前が出てない。波動拳、波動拳、波動拳。今ね、波動拳や昇竜拳のね、コマンドをシャープにして、コマンドをシャープにするようにね、コマンドをシャープにするように心がけてます。波動拳、今までは波動拳みたいな、うぇーみたいな感じだったけど、今はい、こんな感じでね、やっておりますけども、やっぱそっちね、早い方がいいよ。あ、どうしよっかなって考えてから波動拳打つまでが短い方がいいはずだから、波動拳打とうって思ってから波動拳出すまでが短い方がいいはずだから、うん、なかなかマッチングしない時間帯か。来た。俺はね、ウイレとかだと平和主義者だけど、結構ストリートファイター中指立てていくよ。アルトファイティーズカミングウェイ、よし、行きましょう。仏の心でね、やっぱりね、今まで吠えすぎてた、お、来た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 、吠えすぎてたとこある。落ち着いていこう。あ、強っ。1400、1400はちょっと勝てないよ俺。いやでもちょいちょい勝てるから、嘘ついちゃった、ちょいちょいは勝てる。波動拳、波動拳お願いします。で、ポッケン始めたからね、若干ポッケンとね、動きがね、まあなんかこうタイミングがね、似てくるのかね、コマンド間違えたりするんだよね。はい、起きた。おお。出たね。あ、来たね。ああ、強かったぞおい。パンパンすんが。ちょっといけそうだったのに。集中しちゃうね。俺の波動拳を食らえ。波動拳。もう一発やっていくから。ああ。ああ、違う。昇竜拳出したつもりが。おほう。はい。よし。はい。あ、雷光。そうなんだよ、命取りなんだよこれ、一瞬の気の緩みが。そこはポケモンだとまだあれ結構ゲージがあるから、あれ死んでないみたいあるけど、コンボ3発4発食らされたら死ぬからね、シビアですよ。あー、線が遠のく、線に行ったり来たり、そっから伸びないね、なんでだろう。難しい、難しい世の中や。ストリートファイター5へようこそ。
でもね、やっぱりこう落ち着いて冷静な気持ちで、頭はクールに心はホットにやりたいけども、まだねちょっとやっぱ頭ホッ、あ、じゃあ心をホットにしたら頭もホットになっちゃう世の中でございますので、どっちもクールでいこうとだったら、それが上手にできるようになったらハートはホットにしていこうと、そういう感じでね、ちゃま考えておりますけども、お来ないね、なかなか。やっぱストリートファイターマッチングがね結構時間かかっちゃうっていうのある、まあ、朝だからね、今昼かも。来た、 Another fight is coming your way。 はい、だお願いします。集中していきましょいと。はい、あー出たー、出たよ、強っララ。そして1855、ララがね、ララが結構意外と強いって思われてたのが弱いって言われるようになったみたいな話も聞くけど、どうなんだろう。でも1800が単純に格上だ。集中していこう。まずは挨拶代わりの波動いくか。いや、はい、おい、はい、うん、これや、あ、ここまだ来る、よし、あーそっち行かれるんだ、投げられた。昇竜出そうと思ったけど投げられたわ。結構いい勝負できてるぞ。でもあとちょっと、あとちょっと、はい、あ出た出た出た、あちょっとやめて、よし来た、よし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 、あそれあるの、はい、おう、ああ、よし来た、よし来た、よし、我慢に勝った、我慢に。オッケー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 、もう一発ジャンプだろ、あよし、意表をつく波動拳、やばいな、よし来た、よし来た、待った、ちゃんと待てた、よし勝てた、ドゥンダーン、最後ドゥンダーン、待てた待てた待てた、ヒヤヒヤするわ。いやーちょっと我慢勝ちだね。でもね、テクニック勝ちというか強さ勝ちよりは我慢勝ちだから、まあ我慢を伸ばしていけばいいと思うな俺は。
俺は我慢を伸ばしていこう。よし、ラスト、ラスト、ヒリヒリするぜ。いやー厳しい世界やで、マジで。あれ、さっき勝ったっけ、負けたか、負けたから連勝で終わりたい、連勝で終わりたいよ俺は。いやーどうなんだろう。頼むで、頼むで。通信中、来るか、すっぽかされるか、すっぽかされるか、どうなんだ。意外と、あ、来た、来ないね。すっぽかされるか、これすっぽかされるか、どうなんだ。来た、来たよ。よし、最後終わって、勝っておろう、勝って。どんなやつが来るんだ。まあでもね、正直俺の今の実力じゃね、格下でもね、全然侮れないんだよ。一戦一戦本気でいかないと、集中して。いや、ミカか。あ、強いわ、格上だわ。でもこれで負けたらまた1000陥落しちゃうから。しかも3連勝中、3連勝中ってことは乗ってるから、ガンガン攻めてくんじゃねえか。昇竜ですよ。はいはい、よし、よしよしよし。ああ、昇竜出ない、昇竜出ない。くそー、あれ、結構やられてる、結構やられてる。はい、おう、おお、今むっちゃいいタイミングだったね。いや強いよ、3連勝伊達じゃないわ。はいはいはい、あー、くそ、いや、くそ、いや、昇竜が入らない、昇竜が入らないよ。はい、よーし、あ、そうそう、いやー死ぬ、うわー、やばいわ、やばすぎるわ。はあ、ミカ苦手だな、ほんと。いや強い、でもこの人はちょっと強かったと思います。まだまだ、いやでも、おい梅原、必ずお前んとこ、第五、第五なんとか、なんだあれ、え、週末恒例の第五座ビーツ TV じゃねえよ。邪魔ザファイティングスピリットに負けねえぞ、おい。ということで、日々精進じゃ。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。パー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。